うわぁ、このカメラで今回はね、オリンパスのフィルムカメラを、コップンカップ、コップンカップ、海外りだから、行ってない、でもすごい雰囲気あるね。でも今度禁止の時はただのタイ。安いね、630円均一。ありがとうございます。どれだっけ、さっきの。あ、13。はい。どうぞ。あ、これか。カオパトミアン。カオパトミアン。あと何があったの？あの、おすすめは。美味しいの。おお、タイヤ。あ、ガイアンやな、ガイアンとソンタンが一緒に食べる。じゃあそれガイアンも、ガイアン、はい、お願いします。ありがとうございます。ガイアン、ガイアン、ガイアン、焼き鳥みたいなやつ。焼き鳥、日本にようこそ。コップンカップ写真撮る、写真撮る。オッケーオッケー、いいよいいよ、ありがとう。懐かしいね。ありがとう。コップンカップ少しだけ、半分ぐらい、斜めに。難しいよね。あ、じゃあ、次練習。タイね、この箸がね、タイ6年前に行ったっきり行けてない。ベトナムはこの前行ってきて、タイ、うん、では中華文明、うん、米文化だし、タイからはインド文明。なるほど。そう、基本的には箸とか使わないし、うん、で言葉、文字もさ、インドの文字もヒンドゥーに近いし、うん、であと言葉の、そこら辺で区分けされてる中華文明って、うん、めっちゃうまい、これめっちゃうまい。辛い、めっちゃ辛い、だいぶ辛い、だいぶ辛い、あの、やばい、結構きてる。ありがとう。3軒目で戻るみたいな。うわ、超美味しそう。まあ、でも高いと言っても多分1000円弱。まあ、そばだったら今2、3000円欲しい。ダメだった、さすがに。おー、お前ほんと、やだもん、思い出したくないな。自分たちで水入れて混ぜて、玉作って、それをこう伸ばして、あとは切っていく。ビールとよく合う。これはね、狭いけど。いや、もう本当気を使っちゃって、ありがとうございます。インド料理で思い出した。サモサみたいな、鉄道で売ってるやつ。でもここ15年ぐらいで一気にコラボレーションし始めた。YouTube に上げられたら俺は、あ、いいよ、上げてもいいけど、こんな自分久しぶりに見る。今日は赤ワインでラーメンを食べます。今日のラーメンはなんていうことですか。何、名前忘れた。650円。
タッチできるようになりました。お、すげえ。カメラのグレードアップしてんね。前のはタッチできなかったからね。寄れるとかっていうのがある。じゃあ面上げしてもらっていい？高機能になったね。前のと比べるとね。こんな感じでよろしいですか？見てみて。あ、やべえ、なんか食レポ見てるみたい。どうぞ。ではいただきます。最初三菱かと思いきやうまそう、和田さんのここでどうやったかなって、やっぱ赤羽に帰ってきたらここ来ないと、ここ来ないと、ちょっと食べます、いただきます、うん、醤油が例の2002って特色なんですよ、特色で黄色みたいな色があって本当に見分けつかなくて普通の黄色普通にカメラ目線それの点灯合わせすごい感じで、でも大橋さんに分かるマフィアとか結構、うん、あ、調子、あ、効果であんまないけど、ライス大盛りとかいうやつもない、麺がやっぱ中心だ、ライスっていうのが効果とか、まあ、東京と大阪でよく見てびっくり、俺普通にライス入れるんだ、入れるというか横に、いや俺もよく行くとかライス無料ね、あ、そうなんだ、ピンクが変わってあれがやっぱ分かんなくて。いや、これマジわかんねえと思って、たまにそこ行ってご飯高くその違いが難しい、まあ、確かに効果違うわ、醤油が強い、うん、特色しか使われてないそうです、それの枚数が少ないってなると余計焦るよね、こんな少ない枚数でそれを見合わせてるとそば職人だけど、バフの方が好きだわ、切り込みで結構辛いなんか2枚もね、やっぱ調子が出てこない、普段作んないもの食べたくなるっていうのもあるし、嫌いじゃないんだよ、だから、石本さんが言ってみたいなので、うまいです、全然嫌いじゃない、多分、俺は山本です、ありがとうございます、うお、うまっそ、いいね、よし、これで明日も一日働けるくらい、イエーイ、頑張ろう、殺されるかな本当そうだなって担当と希望さんが紅生姜とひどい担当で豆乳うまくいかないっていうかあれがあるよ、体にいいもん全部入れるよニンニクもちろん、これはニンニクでこれは胡椒、今日も3組がキルキンで記念制作とか結構ベルトしていたんだよ、やっぱりエナジー蓄えないとポスターやって意外といっぱい出てじゃあ俺もそうしよう、こまめに拭かないとまずは胡椒、ニンニク、すする TV って知ってる、ラーメンばっかあげてる YouTuber がいて、毎日毎日ラーメン健康生活って人で、でね、普通ならさその自分の住んでるエリアをするじゃん、赤羽なら赤羽を、毎回違う都道府県とかすんの、そうだからだいぶ出張してで、こういう感じで撮ったんだ、ずっと後からアフレコはしてんだけど、うん、表面の麺で、ための替え玉うまいですね、
当時から見てる人は多分ないけど、元君です。当時から前の動画でさ、いつだよ。4年前。すごい。まあ、リテーションで全部見る人がやるっていう意味で、役職とかも含めて。うん。いや、電波使えるな。電波作ってたね。マジであの頃に変わるから。どうも。人生で一番楽しかったですね。赤羽の龍麺、美味しかったです。おだぽんよだ、トゥイジェン、シェシェ、ありがとうございます。シェシェ。